東京ドームからお伝えしてまいります。ここは併殺だけは避けたいですね。なるほど、そうですね。インサイド変化球決まっています。ファウルになります。まあ彼のクイックは速いですから、走るならそれも計算に入れておかないといけませんね。なるほど、そうですね。アウトコース打ちました。ここはフライになっています。福田が掴んで2アウト。これが1球目。最初は変化球できました。これが2球目。ドカーンと大きな当たりです。高く上がった、入った。3番センターフィルダー柳田悠岐。インサイド落ちました。ヒットになった。これでマルチヒット。ノーアウトランナー一塁です。3番センターフィルダー柳田悠岐。初球ストライク。緩いボールできました。打ちました。セカンドが前に来る。中川アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。ソフトバンクホークス痛い敗戦となってしまいました。福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。3番センターフィルダー柳田悠岐。インサイド見送っています。アウトコース見送ってストライク。インサイド弾き返した打球はセンターへ。小田が抑えて3アウトチェンジです。一塁の逆転のランナーを盗塁で進められたら大きいですけどね。なるほど、そうですか。ストレート打っていった。これは大きい。右中間を深々と破るヒットになりました。サードランナーホームイン。バッターランナーは二塁到達。これが初球。抜けたような感じになりました。大きく外れます。ボールです。しっかり捉えた。これは大きい。勝ち越しなるか。入りました、ホームラン。3番センターフィルダー柳田悠岐。さあ初球は何か。打ちました。いい当たりだ。伸びボール際切れました。入っていれば勝ち越しというところでした。2球目打ちました。伸びていく。どうだ。入れば勝ち越し。入った、入った。まあ盗塁するならキャッチャーの肩を計算に入れて走らないといけませんね。なるほど、そうですね。ここ
ここはゾーンを広げて狙っているでしょうね。なるほど。さあバッターは何を打ちました。このフライは切れそうだ。切れました。ファールボール。次が3球目。高め外れました。アウトコースファウル。変化球空振り。スリーアウト。ソフトバンクホークスが僅差で勝利を収めました。なんと。福岡ヤフオクドームからお伝えしてまいります。ここはゲッツーを取るようなピッチングがありそうですね。なるほど。そういった攻め方をしていけるかどうか。打った、伸びていく、どうだ、入ればフェンスを越えた。バッターの柳田、今シーズンの得点圏打率は7割飛んで9厘となっています。変化球を見極めます。低め、これは外れた。高めのボール打ちました。大きな打球になった。届いた。最初は変化球できました。ボールになります。2球目打ちました。ワンバウンドヒットになりました。ホームに送球する。これで3打数3安打の猛打賞。3番センターフィルダー柳田悠岐、初球打ち、打った瞬間確信したか。ぐんぐんと入った、ホームラン。最初は変化球できました。ボールになります。インサイド打ち上げました。打球はセンターへ。小田抑えてワンアウト。試合を制したのはソフトバンクホークスです。壮絶な打ち合い。